シュラマル。あ、ナミエさん、連絡遅くなってすみません。昨日 LINE 交換してもらったのに挨拶遅れちゃって。そんなの別に大丈夫だよ。あ、本当すか、よかった。たまに厳しいおばさんいるじゃないすか。交換したのに挨拶がないとか怒る古いおばさんが。うん、ごめん、ちょっと黙ってくれる？え？別に挨拶なんてどうでもいい。でも私、あんたに怒ってるの。は？何ですか？私、何も悪いことしてないっすよね。しまくりよ。私、すっごく迷惑かけられたんだけど。え？何のことすか？あんた昨日夜の11時から3時くらいまでずっと騒がしかったじゃない。あー、昨日は友人も来てテンション上がっちゃって。このマンションに最近越してきて初めて呼んだ友達だったから。だとしてもそんな夜遅くに騒ぐのはおかしいでしょ。隣に住んでいる私たち家族みんな寝不足だったんだから。マジっすか、それはごめんですね。何その軽い謝り方、窒素より軽いわよ。え、窒素ってなんすか？は？はいはい、わかりましたわかりました。これからは気をつけるんで許してくだっちゃーい。そんなのんきなこと言ってるけど下の階の人もブチギレてるわよ。え？なんですか？なんでって、足音がうるさかったからよ。今朝ゴミ出しの時に下の階の人から聞いたの。深夜なのにドス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 。マジっすか。あー、そういえば昨日友達と久しぶりにダンデボしたからっすね。え、それってダンスダンスレボリューション？そうですそうです、懐かしいっすよね。あー、ナミエさんって世代じゃないっすか。今度うちに来てやります？調子に乗ってんじゃないわよ。そんな騒音ハウスに誰が行くもんですか。部屋に行くときは苦情を直接言うときよ。はあ、もうわかりましたって。ていうか、沢子さん子供は？はい、いますけど。え、忘れたんすか？昨日 LINE 交換した時話したじゃないすか。もう物忘れて早すぎません？はあ、違うわよ、覚えてるに決まってんでしょ。小学校低学年の子供がいるっていうのに深夜までアホ騒ぎするのが不思議だから聞いてんのよ。昨日は特別に子供も一緒に騒ぎました。は？嘘でしょ。だってせっかく友人が来て楽しい時間なのに寝かせるなんてかわいそうじゃないすか。ダメでしょ、今日月曜日で学校でしょ。21時、せめて22時には寝かせないと。寝不足で学校行くのも大変じゃない。え、すみません、ナミエさんって私の母親じゃないっすよね。え？ただの隣人なのに偉そうなこと言わないでもらえます？うちにはうちの教育があるんで。教育がなってないあんたが言う言葉じゃないでしょう。こっち、今のめっちゃムカつきました。もういいっすわ、私に一切関わらんといてください。こっちは関わりたくもないのに仕方ないのよ。あんたがうっさいからもう夜中に騒ぐのはやめてよね。私の名前はナミエ、33歳の専業主婦で忙しく働く旦那と小学生の娘の3人で暮らしています。住んでいるマンションの隣に29歳のママ友サーコさんが引っ越してきたのですが、友人を招待して夜中に騒ぎ、注意しても全然反省してなくて、挙句の果てには逆ギレ。それにこの日以降も夜中に騒がしくする日があり、私は我慢できずにマンションの管理人に電話をしたのですが。あんたさ、いつまで守ってもらうつもり？はい？なんすか？あんたがうるさくてマンションの管理人に連絡したの。そしたら管理人、あんたのおじいさんだったのね。あ、はい、そうっすよ。じいちゃん私のこと大好きで、息子のこともめっちゃ可愛がってくれてるんすよ。んなことどうでもいいわ。あんたの迷惑行為全部話してきてやったの。あー、そうっすか。で？全然ダメだったわ。なんなのあの人。どうか孫の失態を許してやってくれって甘やかしすぎ。もう腹立つわ。やっぱじいちゃん優しい。騒音だけじゃなくて他のことも言ったのよ。なんすか他のことって。あんたがデリバリーした食べ物の容器がちゃんと分別してないから
ずっとゴミ捨て場に放置されてんの？いやいや、ちょっと言いがかりはやめてくださいよ。それ私のじゃないっす。いや、あんたの名前が書いた注文表も貼ってあるんだけど。え、マジか。変な虫が湧いてるし気持ち悪いのに。それもおじいさん許してやってくれって。まあどんだけ苦情言っても意味ないっすよ。じいちゃんは私の味方なんで。いや、あんたの味方っていうか、また別のことを気にしているんだと思うんだけどね。え、なんすか別の件って。窒素も知らないあんたに言ってもわかんないことよ。やっぱムカつくんですけど。もう他の手を考えるから LINE 終わるわね。他の手ってなんすか、教えてくださいよ。警察とかに行ったら容赦しないっすからね。私は旦那と話し合い、ある作戦を立てることに。そして沢子さんのおじいさんの元に夫婦で突撃。するとおじいさんは血相を変えてすぐに対処すると言ったのです。効果は抜群だったようで、おじいさんはすぐさま沢子さんへ連絡。そして連絡を受けた沢子さんが、今までのアホそうな感じとは一変、焦って私に LINE をしてきて。ちょっと、ナミエさん！ナミエさんってば！なに？今家でゆっくりしてるとこなんだけど。ナミエさん、うちのじいちゃんに何したんすか？なにって、あんたに説明してもわかるのかな？ふざけないでくださいよ。私じいちゃんにマンションから出てけって言われたんすよ。よかった、ちゃんと言ってくれたんだ。これで騒音とか虫からおさらばできるわね。じいちゃんが出てけなんて言うのおかしい。じいちゃんのこと恐喝かなんかしたんすか。最低ですよ、訴えてやる。恐喝してないわよ。そんなことするわけないじゃない。じゃあ何したって言うんすか。深夜に騒音、ゴミ出しのマナー欠如、祖父のすねかじりっていう見出しで週刊誌に載せてもいいかって言ったのよ。え？週刊誌？ああ、言ってなかったっけ？私の旦那、出版社で働く記者なのよ。記者？今度、週刊誌の企画で、都内の絶対住んではいけないマンション5選っていうのを書くらしくて。いわくつきとか揃ったんだけど、騒音とか非常識な住人が住むマンションはまだなくって。なんなんですか、その企画。でも旦那と、あれ？うちらが住んでるマンションって、沢子っていう非常識住民がいるじゃんってなって、おじいさんに掲載していいか相談しに行ったのよ。はぁ！あー、でも安心して。沢子さんの名前は出さないし、マンションの写真は濃いモザイクかけるし、マンション名も A とか B とかにするからさ。そういう問題じゃないっすよ。でもおじいさんがこう言ったの。わかった、掲載は勘弁してくれ。その代わり沢子を立ち退きさせるからって。じいちゃん。で、おじいさんは可愛い孫娘よりマンションの存続を取ったってわけ。モザイクしてもわかる人にはわかっちゃうしね。掲載したら退去されて新しい人入ってこなくなっちゃうだろうし。そんな、だからって立ち退きなんて。一回苦情を入れた時に言ったのよ。マンションでトラブルを起こされて退去されるとわしの生活が困るから、どうか穏便にしてくれって。え、私が可愛いとかじゃないの？うん、違うみたい。可愛いのはマンションだったみたい。嘘だ。ま、掲載はしないでおくけど、あんたは退去、いや立ち退きしてもらうからよろしくね。無理ですって、私たちどこにも行くところないですもん。引っ越すお金だってないし。実家にでも帰ればいいじゃない。その実家に追い出されたんですよ。え、そうなの？実家に家族で住まわせてもらってたんすけど、私が家にいても何もしないからって追い出されて。で、じいちゃんに頼んで住まわせてもらってたわけだ。母親にもなったっていうのに全然自立できてないね。あの、もう夜中に騒がないし、ゴミ出しのマナーもちゃんとするんで、ここに住まわせてください。無理。いや、返事早っ。そんなこと言わずにお願いですから。もう二度と迷惑かけないので。私以外にもいろんな住人が困ってたんだもの。他の人たちも出ていけだってさ。そんな、勘弁してくださいよ。勘弁してほしいのはこっち。今のうちに新しい住居探しておきなね。なんでこうなるの。
数日後、佐和子さん一家はマンションから立ち退きを完了。立ち退き料はおじいさんがごめんという気持ちを込めて半分負担。祖父としての責任を感じた結果だそうで、佐和子さん一家は移住先が見つからず、最終的にたどり着いたのは結局追い出された佐和子さんの実家。訳を話すと両親は大激怒。土下座して精一杯の謝罪をして住まわせてもらうことになったそうですが、佐和子さんは遊び禁止を言い渡され、毎朝5時に起床し家の掃除、そしてスーパーでパートを強いられ家の手伝いもさせられているそう。一緒に騒いでいた佐和子さんの旦那も酒を禁止に。そこまで厳しくできるなら前からやってくれと思いましたが、まあ大変そうならよかったです。その後マンションは無事に快適な生活へ。週刊誌の掲載の案はボツになったそうですが、作戦として成功したので旦那と二人で喜びを分かち合いました。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。